ただいま。疲れた。お出迎えありがとう。ほんといい人だね。よしよし。そういえば、家の掃除やってくれた？今日の課題はこの家すべてをきれいにすること。多少の埃も、まあ今回はいいか。家を出る前よりきれいにしてくれたよね。ん？何その顔。まさかやってないの？ねえ。ん？一部屋だけ終わってない？どういうこと？見せてよ、その部屋。全然やってないね。隅にゴミやホコリは結構溜まってたし。なんで？あれだけ私に従順なあなたが掃除を忘れるなんて。何があったのか聞きたいな。ん？近所の人に呼び出されて、無理やり掃除のボランティアに駆り出された。まったくダメな子だね。なんで断らなかったの？断ったら私の評判が悪くなるかもって？はあ？そんなのどうでもいいでしょ？言わなかった？他の人と絡まないでって。あなたは私がいるから、他の人なんていらない。全部無視して、すべて私に使えろ。もちろん、私もあなたのことだけを見てるからって。そんなことも忘れた上に、自分勝手にいらない心配までして。ほんとバカなんだね。バカもバカ。無能の中でも特に無能であり、最底辺。あなた、私が拾わなかったら、のたれ死んでたかもね。ほんと何もできないんだよね。こんな風にさ。押し返す力も弱いんだね。まあ身長も私の方が高いし、力だって君より余裕であると思ってたけど、まだ押し返そうとする？けど雑魚。もしかして、そんな力で私を押し返せると思った？バカじゃないの？あなたが私に勝てるわけないじゃない。いい加減現実を受け入れなさい。あなたは何もできない役立たずなんだって。ん？泣いてるの？もしかして惨めな自分に嫌気がさしちゃった？すっごく可愛いね。でもそういうとこが一番好き。何もできず苦しんで泣くあなたの姿。素敵よ。わかる？私があなたに惹かれた理由。物分かりの悪い無能を甘やかしたりいじめたりするのが気持ちいいからよ。自分に感謝しなさい。そして私に全てを捧げなさい。あなたに幸せを与えられるのは、この世界で私だけ。今までの人生を後悔しなくていいの。だってそれらを全てドブに捨てたからこそ。私に出会えた。ねえ、あなた。ずっと無能でいてね。大好きだよ。